幻想的な音楽に合わせて情感いっぱいに打ち上がる花火はフィナーレに向かって一気に夜空に咲き乱れ、皆さんの心を天高く誘い覚醒へと導きます。最後は超絶な音楽と夜空を熱く焦がすフィナーレスターマインで2018年伊勢崎花火を締めくくります。それでは第6部2018年伊勢崎花火フィナーレ、題して天照覚醒の始まりです。
Thank you.
皆さん、本日の伊勢崎花火で見事な花火の数々を披露された群馬県菊屋小幡花火店の皆さんに今一度盛大な拍手をお願いいたします。そして本日ご来場いただいたお客様一人一人に来年までの1年間幸せでありますように、今年も伊勢崎花火からのプレゼントです。事故のないように皆様気をつけてお帰りください。